カブすき焼けチャンネル。はい、どうもカブすき焼けチャンネルです。今回の動画タイトルはこちら、2024年ブレイク候補投手ということで、カープ黒原投手について分析まとめしていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで今回の動画で取り上げるのは2024年ブレイク候補の黒原投手ということでですね、カープ黒原投手は来シーズンのブレイク候補筆頭と考えています。黒原投手ですが、2023年シーズンの途中から先発へ転向しました。プロ入り後というのはね、1軍でも中継ぎでの起用がメインでしたが、2023年2年目のシーズン途中から2軍で先発に転向しているという状況です。でさらに、その後早速1軍でも先発登板ありましたが、残念ながら結果を残すことはできませんでした。一方でね、2軍ではシーズン通して好成績だったということで、非常にいい数字が残っています。でさらにフェニックスリーグでもまずまずの好成績を残したということで、非常にねずば抜けて良かったというわけではないんですけど、そこそこの成績でした。でさらに秋季キャンプでは、得意球のカットボールを封印して登板するなど課題に取り組んでいました。課題の一つがですね、他の変化球というところでしたので、得意なカットボールに頼らずに他のスプリットだったりチェンジアップというボールで抑えれるようなね練習に取り組んでいました。で3年目を迎える2024年、ですが、ここまでねプロ入り後まだ勝利がないというドラフト1位のピッチャーになっていますので、活躍してほしいというね期待も込めて、2024年シーズンの飛躍というのはね個人的にもかなり期待しています。なので、2023年のね成績だったり、あの投手もタイトルでも言ってるんですけど、阪神ね村上投手とね、若干似たようなね数字残ってるのかなと思ったので、村上投手のような道をたどれるのかというところについてもね触れていきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。はい、ということで早速ですね、こちらが黒原投手の2023年シーズンの1軍と2軍での成績になっています。まず1軍で3試合先発登板していますが、いずれも5回持たず KO してしまったということでですね、3試合それぞれ3回3分の1、4回3分の1イニング、そして3回での降板になってしまっています。で8月27日のねヤクルト戦なんかは、初回に味方の援護もありまして4点のリードだったんですけど、残念ながらね、それも守りきれずに最終的にはチームを引き上げに終わってしまったというようなゲームになってしまいました。で一方で2軍ではですね16先発しているんですが、最終的に防御率 2.58、 これがウエスタンリーグ2位の数字ですし、勝率8割5分7厘はトップということで、最高勝率のタイトルを獲得受賞しています。で2軍でのね数字見ますと、奪三振率が 8.04 と高い数字で、四死球率がね 1.69 と非常にね少なくて、本当に理想的なピッチングができていたのかなと思います。で一方ね1軍での数字見ると、奪三振率は 9.24 と高いんですけど、四死球率がね 12.08 とぐんとね跳ね上がっているんですね。でその影響もあって VIP も 2.45 と高くなっていますし、さらに被打率といったところを見ても3割7分5厘ということで、ここもねかなり悪い数字になってしまっていたので、2軍ではそこら辺の四死球率であったりね VIP も 1.03 とねいい数字、被打率も2割3分2厘なんですけど、そこが全て高くなってしまっているということが原因で、防御率 10.66 で、また回の途中で降板、5回持たないという試合が多かったのかなと思います。で課題はねやっぱり変化球とコントロールかなというふうに思います。カットボール以外の変化球は、現状1軍では通用せずに細かいコントロールもできなかったということで、どうしてもやっぱり1軍でのね投球成績見るとストレート、カットボール中心のピッチになっていまして、その他のねスプリットだったりチェンジアップ、とかね大きな曲がりのスライダーカーブというところを自信持ってね投げれずに、そこら辺で空振り取れない、見送られるということもあったので、どうしてもねストレート、カットの2球種で抑えるのは厳しくなるので、被打率も高くなりましたし、細かいコントロールといったところもねできずにフォアボールが多くなってたり、
甘く入って痛打されるということがあったので、まあ、そこら辺がね現状の課題になるのかなと思います。で、まあ、ストレートも一軍では弾き返されるということで、まあ、そのねストレートカットの2球種中心なんですけど、まあ、まっすぐもう球速自体はね出るんですけど、まあ、そこをね一軍のレベルでは、結構簡単に弾き返されるという場面がねありますので、まあ、ここのまっすぐの球威へのアップというところもね加えて必要になってくるのかなと思います。で、11月のね、侍ジャパンとの練習試合、この試合で黒原投手3回投げたんですけど、3回投げてフォアボールもなくて、失点も1と、まあ、まずまずのね、数字だったのかなと思います。一軍日本代表ね、レベルのピッチャーに対して、まあ、3回、しっかり投げ切っていますし、まあ、まっすぐね、ちょっと弾き返されるという場面もあったんですけど、まあ、なんといっても無四球で抑えられたというのが非常にね、良かったのかなと思いますので、まあ、ここは一つね、本人としても自信にしていい結果になったのかなと思います。で、まあ、最終的にやっぱ2軍の数字見ると本当にこの数字はねいい数字だと思いますので、まあ、2軍と同じ投球内容、まあ、2軍でも本当コントロールといったところはねできているのかなと思いますので、まあ、そこのコントロールをね1軍でも出せるだけでまあガラッと変わってくると思いますので、まあ、それができればねブレイク間違いないかと思います。まあ、そこの中で変化球、他のカットボール以外の変化球の質の向上だったり、まっすぐの球威アップというのもね、まあ、必要になってくるとは思うんですけど、まあ、ひとまず2軍と同じようなピッチングしてもらえば、ブレイクというのはできるんじゃないかなと期待しています。はい、ということでですね、まあ、冒頭にもあった通り阪神村上投手曲線を描けるかということで、まあ、上のね、青い表が黒原投手の今年2023年の2軍での成績です。で、下のね、黄色いものが阪神村上投手の成績で、これが2022年シーズンの2軍での成績で、下がね2023年シーズン1軍での成績となっています。まず村上投手なんですけど、2023年シーズンは最優秀防御率、まあ、さらに MVP も受賞したということで、まあ、一気にね飛躍を果たしたピッチャーですが、まあ、なんとね昨シーズン1軍でのね登板がなかったということに終わってます。で、その昨シーズン2022年は、2軍での17試合の登板なんですけど、まあ、この数字が良くてですね、防御率 3.09 なんですけど、まあ、これがリーグトップでしたので、ルーキーイヤーから2年連続での最優秀防御率の獲得になっていました。で、さらにね勝率7割が去年の最高勝率だったということで、まあ、タイトルを2軍でしっかりと受賞していました。で、シーズンはね違うんですけど、まあ、黒原投手の2軍での成績と村上投手の成績、比較するとですね、まあ、防御率は黒原投手の方が上ですし、奪三振率や予四球率、KBB、WIP といった細かい指標を見ても全てね黒原投手が上回ってるんですね。まあ、もちろんリーグシーズンが違うためね、その年の打高とかで変わってくるというのはあるかもしれないんですけど、まあ、それ踏まえてもね黒原投手の数字がどれほどいいのかというのが分かるんじゃないかなと思います。で、そういう風に各指標が上回ってますし、まあ、黒原投手なんといってもね今年がまだプロ入って先発転向1年目ということですので、まあ、来年がようやく2年目になるということを考えるとまだまだね伸びしろもあるという風に思いますし、まあ、1年目でこれだけの数字残せているということを考えると、まあ、村上投手のようにですね、まあ、2軍ですごい成績を残して翌年の1軍で活躍するということ十分ねあるのかなと思います。まあ、本当にね、まあ、何かタイトル獲得したというだけだったらここまでは言えないんですけど、まあ、2軍のね村上選手の去年の数字と黒原投手のね2023年の数字比べると、まあ、本当に黒原投手がどれだけすごいかっていうのが分かると思いますし、村上投手はまあここから1軍でのブレイクにつながったということを考えると、まあ、もちろんねその後のシーズンオフでのレベルアップというのがあったおかげで、こういう成績ね村上投手が残せているんだとは思うんですけど、まあ、そういったポテンシャルが黒原投手にはね十分あるのかなと思いますので、まあ、さっき言ったような課題というのをねオフで、克服する、まあ、解決するというだけで本当に村上投手ぐらいのね、曲線描いて、もう一気に先発ローテ定着軸になるということも十分可能だと思いますので、まあ、本当にここからのねオフのね、まあ、キャンプのオフの過ごし方やキャンプでのレベルアップというところに期待して、来シーズンのブレイクということにね、期待したいと思っています。
はい、というわけでカープ黒原投手のブレイクに期待ということでですね、2023年シーズンから先発へ本格転向した2021年のドラ1のピッチャーです。やっぱドラ1なのでね、活躍してほしいなと思います。で、2軍では最高勝率も獲得しまして、各指標でも好成績をマークしたということで、まあ、運だけのね最高勝率じゃなくて防御率、予期率、奪三振率、WHIPというね、もう素晴らしい数字を残して自分の力で勝ち取った最高勝率というタイトルだと思います。で、まあ、課題の解決に向けて秋季キャンプでは得意のカットボールを封印して好投するなど手応えもありということで、さっきも言ったようにね、カットボール以外の変化球をレベルアップするのが必要というところにはもうすでに取り組んでいまして、その中でもキャンプの紅白戦ではねしっかりと結果を残せていたということになるので、まあ、これをね、きっかけにまた変化球向上させて投球の幅というのもね広がってこれるようにね、春季キャンプでもね継続してもらいたいなと思います。で、阪神のね村上投手と同じようにまあ1軍でブレイクできるかということで、その前のシーズン1軍で登板なかったピッチャーが一気にブレイクしたというまあね例になりますので、でさらに2軍でのね成績もまあ似ていたということなので、まあ本当に村上投手のようにブレイクしてくれればね、カープの投手陣非常にね熱くなるのかと思いますので、まあいきなりちょっと村上投手のような成績残せっていうのは本当に難しいと思いますので、まあ、まずはね先発ローテーション入り、まあ、ここにね期待したいと思います。まあ、さっきも言ったように、まあ、2軍でできているねフォアボールの少なさ、それが1軍で実現できるだけでもだいぶ変わると思いますし、まあ、そこに加えてカットボール以外の変化球の向上、まっすぐの球威のアップ、そこさえできれば先発ローテーション入りであったりね、まあ、勝ちを積み重ねるのは十分可能だと思いますので、まずはねプロ初勝利ですね。プロに入って勝利がまだないという状況ですので、1軍でプロ初勝利してもらいまして、さらにローテーション定着してもらいたいと思いますので、まあ、2軍での成績見ますと、ブレイク候補と言ってねいいのかなと思いますので、黒原投手の2年目の3年目のね、シーズン、そして先発ローテーション定着、プロ初勝利に期待したいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は2024年のブレイクが期待できる黒原投手についてまとめてみました。阪神村上投手のように2軍で非常にいい成績残していますので、ぜひとも2024年は1軍で大活躍してもらえるように頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録高評価はまだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。